伝説の島アトランティスはプラトンが創造した。それではプラトンは何をモデルにアトランティスという島を作り出したのでしょうか。世界ミステリーチャンネルへようこそ。ということでですね、今回はアトランティスの元ネタと題してお話をしていこうと思います。アトランティスといえば都市伝説の代名詞とも言えるような伝説の島なんですが、皆さんは実在していたと思いますか？まあこれに関してはどちらの説も出ると思うんですけれども、話の初出はプラトンの語ったものとなっています。それではプラトンはこの話を実際に聞いて話を書き残したのか、それとも自らが想像して書いたのか。もし想像して書いたのだとしたら、大なり小なり元ネタが存在するはずですよね。というわけで今回はプラトンが何を元にしてアトランティスを作り出したのかという点について考察していきたいと思います。それではぜひ最後までお楽しみください。どうぞ。プラトンのティマイオスとクリティアスで語られた伝説の島アトランティス、その描写はとても細かくて真に迫っているために、プラトンの創作ではないという説もたびたび上がります。しかし歴史上これまで分かっていることを見てみると、アトランティスはここから着想を得たのではというものがいくつか出てくるんですね。つまりアトランティスのネタ元ということです。プラトンほどの人物なら当時すでに知られていた地理や科学の知識を使えばアトランティスの話を作ることは可能だったと考えられています。それではここからどのようなことがアトランティス誕生の種になったのかを見ていきましょう。まずはアトランティスといえば海に沈んだことが一番に挙げられますが、この部分について触れていきたいと思います。アトランティスは遥か昔、話の中では先史時代にあたりますが、大きな天変地異が起こり文明が破壊されたということになっています。これはギリシャ神話のデウカリオンの洪水やパエトーンが太陽の戦車を暴走させて大火災を起こす話など、神話や伝説に対して科学的なアプローチをして話を残したと考えられます。つまり神話や伝説というのは実際に起こった災害を表したものと考えられるということですね。それをプラトンは神話や伝説ではなくて現実にあった話として落とし込んだということです。実際にプラトンの時代にも自然災害は起こっていて、小さな島と都市が海に飲み込まれたということが記録されています。これは紀元前426年にギリシアの多くの地で強い地震が起こり、エビア島の一部が海に沈んでしまったというものなんですね。こうした自然災害は何度か起こっているために、災害の知識と天変地異の理論が結びついて、アトランティスが地震と津波で滅びたという物語が成立したのかもしれません。次に大西洋に関する記述についてお話ししていこうと思います。紀元前4世紀までにはギリシア人の世界についての知識も拡大していて、近東と地中海あたりの大部分については分かっていたようです。しかし大西洋についてはまだまだ未知の領域だったんですね。紀元前6世紀から前3世紀にはカルタゴ人が西地中海を支配していたんですが、彼らはギリシアの船をスペインやジブラルタル海峡にほとんど寄せ付けていませんでした。ギリシア人の中では大西洋は航行不可能という噂もあったようなんですが、これはカルタゴ人の存在が要因になっていたのかもしれません。紀元前6世紀後半から前5世紀の著述家にガリアンダのスキュラクスという人物がいるんですが、彼はヘラクレスの柱の外側は暗礁が円のように取り巻く湾になっている、その先の海は泥と海藻で浅いため航行できないとしていました。また西洋最大の哲学者の一人アリストテレスもこの考えに同意していて、ヘラクレスの柱の先の海は浅く風もないと記していたんですね。こうした記述の裏を見てみれば、大西洋がギリシア人の船乗りに知られていなかったと読み取ることもできます。プラトンはアトランティスの位置を示しましたが、たとえそこに矛盾があったとしてもギリシア人が未到達の場所なので矛盾を指摘されることはなかったというわけです。さらに言えば著述家たちが主張した説もアトランティスが沈んだために泥や浅い海ができたと考えてしまったんですね。
さて、アトランティスについて話を書いたプラトンなんですが、彼は紀元前388年から前387年の間、シチリア島へ旅をしていたとされています。また、紀元前367年には、主楽祭のディオニュシオス2世の教師として招かれ、再びシチリアに赴きました。そして最後にシチリアを訪れたのは紀元前361年のことで、ティマイオスとクリティアスを書く10年ほど前となっています。このシチリア島というのはギリシアから見れば西にあたり、当時は人口の多い大きな島でした。シュラクサイというのはその主要な都市だったんですが、大きく豊かな平野部の端に海岸があり、その平野は山に囲まれていたんですね。さらには鉱物資源や木材も豊富で、農業では小麦も有名な土地でした。つまりシュラクサイというのは当時の地中海世界では最大の都市の一つで、商業の中心地でもあったわけなんですが、大きな地震もたびたび起こっていたんですね。アトランティスのような同心円状ではなかったんですが、4つの区画に分かれていたといい、それぞれが壁で囲まれていたといいます。また城壁は2つの港に挟まれた半島にあり、この港にはたくさんの船や造船所があったそうです。ここまで見てみると、シュラクサイというところがアトランティスの様子を彷彿とさせるような都市だったと思いますよね。さらに別のモデルになったと考えられるのがカルタゴでした。カルタゴはシュラクサイのライバルであり、強大な敵でもあります。北アフリカにあったこの都市のことをシチリアに滞在していたプラトンが耳にしていた可能性は大いにありますよね。当時のカルタゴには大きな円形の港があって、大量の船を収容できるドックがその周りを取り囲んでいました。港の中央にある島にはカルタゴ艦隊を率いる将軍の司令部があり、さらにこの港は狭い水路で四角形の港とつながっていたんですね。そしてこの2つの港と都市の大部分は外壁で守られていたんです。このカルタゴという国もプラトンがアトランティスを具体的に描写する際にヒントになっていたのかもしれません。ここまで話したように、プラトンがアトランティスを想像するにあたり、たくさんの材料を持っていたことは明らかです。つまり自分の持っていた知識や経験を総動員してこの物語を作った可能性は高いということですね。神話の素材や歴史、文学の要素、科学や地理学に当時の政治に関する自分の考え、商業や農業まで織り交ぜてティマイオスやクリティアスを書いたのかもしれませんね。しかし逆にこの描写が真実味を帯びすぎて、史実として受け止められた結果、物語の中に入れたであろう哲学的なメッセージや寓意が霞んでしまっているというのも正直なところだと思います。そのため現在もアトランティスは都市伝説として多く語られているのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。アトランティスの元ネタと題してお話をお送りしました。まあアトランティスは謎に満ちた島として今も語られていますが、歴史背景から考えると今回話した元ネタもあながち本当だったかもしれませんよね。まあとはいえ今回の話はあくまでもかもしれないという話なので、こうしたアプローチもありますよといった感じで覚えておいてください。まあアトランティスだけではなくて、その他のこと、例えばノアの箱舟とかピラミッドですね、これも同じような考えができると思いますので、何かの参考になれば幸いです。というわけで今回の動画面白いと思いましたら、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。またチャンネル登録、通知登録もしていただけると嬉しいです。それでは今回の動画はこの辺で。最後までご視聴いただきありがとうございました。